縫いどの寮は、律令制における中塚佐商官下の助官人事、裁縫監督機関である。縫いどの寮は、宮中用衣服製造の監督と、高級助官の人事を主な職唱としていた。全身は、内臓衣、縫い作りとされる。内臓は、寮生以前の皇室の倉庫であり、また高級関係事務も皇室と関わりが深い。よってこの機関は、 国家の統治機関としての役割よりも、皇室の家政機関としての役割が大きかったと考えられる。両政初期の奈良時代には、衣服製造は、高級の縫いつかさに行わせていたが、平安時代になり、大同三年に、大倉省縫い武士を併合すると、衣服生産も縫い戸の量を自ら行うようになった。縫い部つの前身は大倉、コラモ縫い作りで官人の衣服製造が、 主な職匠であったため合わせて生産するようになり、火星機関的性格が薄れた。さらに11世紀後半になると、天皇の衣服を生産する御福書が、内蔵寮頭邸に創設されついで貴族や、院のところにも御福書が設置されるに及び縫い戸の量は、ほぼ有名無実と化した。縫いつかさは、礼儀下第六巻で、高級職員の一つとして記されている。なお縫い数と、 衣服の裁縫、三組のことを司り、かねて、女子を及び長さんを知るとあり、さらに、名を縫いと同じ職務に、天宝二人を置き、手のひら縫い四人は、妙部の三未長会員道を司った。旧世紀後半になると、縫い戸の量の別所として、糸所が設けられた。糸所の職所は糸を紡ぐことであり、多くの助官が働いていたらしい。縫い戸の量糸所。 ありがとうございます。